どうもこんにちは、石川県住みます芸人の月亭方家でございます。さあ今回はですね、春休みに行きたいあなたの街の温泉街ツアーということで、今日はですね、七尾市にあります和倉温泉にお邪魔しております。でここはですね、ゆったりパークといいまして、無料で足湯を楽しめる施設でございます。でまあ、和倉温泉といいますと、開湯1200年という非常に歴史のある温泉街なんですけども、皆さんご存知の日本一の旅館加賀屋さんであったりとか、他にもですね、素晴らしい老舗旅館がいっぱいあるんですけども、今回は温泉街ツアーということですので、飲食店であったりとか観光スポットであったりとか、そういうところを皆さんにご紹介していきたいと思います。お楽しみに。さあまずご紹介するのは和倉温泉お祭り会館でございます。こちらなんですけども、七尾市を代表する大きなお祭りがですね、一堂に紹介されております。一年中お祭りを楽しめる、そんな場所でございます。さあこちら8月の第1土曜日に開催されます一崎ほうとう祭りの中で数かれるほうとうというものなんですけど、高さがね、なんと約15メーターもありまして、重さが2トンもあるんです。でこれをね、こういう感じで約100人でみんなで担ぐんですけど、めちゃくちゃ重いです。僕も何度か担がしてもらったことあるんですけども、で実際に去年のお祭りの映像があるんで、ちょっとご覧ください。さあ続いてこちらはですね、5月の3日4日5日に開催されます青白祭というお祭りの中で引っ張られる三社デカ山でございます。高さが12メーターで、重さが20トンで、車輪だけで2メーターあるという大きさでございます。さあデカ山最大の見せ場といいますと、こちらのね、ちっちゃな車輪を下に落としまして90度方向転換をいたします辻回しでございます。こちらも去年の模様を撮ってますのでご覧ください。さあこちらね、和倉温泉の湯元の広場といいまして、要は和倉温泉の湯元なんですよ。で高温のねお湯が出てるので温泉卵を作れるんですよ。で今日たまたま偶然ポケットの中に生卵入ってたんで、でまた作りやすいようにたまたまネットに入ってたんで、ちょっと作ってみましょう。ほらちゃんとカゴも用意してくれてんねん、これね、至れり尽くせりよ。はい、これ入れて、でこうお湯につけるわけですよ。でそこにね、15分を目安って書いてるんですけど、さっき地元のおっちゃんがね、いや13分50秒がちょうどやで兄ちゃん、13分50秒がベストやって言うてはったんで、13分50秒待ちましょう。さあ温泉卵できたんでね、割ってみましょう。おいしい、うん、中半熟、温泉卵は13分50秒間違いない。おっちゃんありがとう。
さあお昼も過ぎましてね、お腹も空いてきたんでちょっとお食事いただきましょうか。やっぱり能登といえばお寿司でしょう。ということで、はい、こちらの店、ジャノメ寿司です。カニいただきましょう。カニ、おいしい。身が柔らかいし、カニの風味がすごい、うまい。さあ食後にデザートいただきましょうかね。枕温泉といえばやはりね、こちらのお店ですよ。のとミルク。あ、おいしい。濃厚、ミルクの味が濃い、おいしいわ。さあ続いてはですね、昭和博物館とおもちゃ館というところにやってまいりました。こちらにはですね、昭和の思い出の品々がですね約1万点も常時展示されているということでございます。では行ってみましょう。さあということで、だいぶ暗くなりましたけども、まだまだ和倉温泉を満喫しようということでですね、清林寺というお寺にやってまいりました。まあ、こちらですね、ご覧の通り、期間限定ではございますけども、ライトアップが行われておりまして、まあ美しいですね。幻想的でございますよ。でお寺の中にはですね、国の登録有形文化財に指定されております御弁殿という、まあ、その昔ですね皇族の方が休息に使われた建物があるということで、そちらのライトアップもね非常にまあ幻想的美しいということで、早速見に行ってみましょうか。和倉の御弁殿という建物でございますが、大正天皇が皇太子様の時に和倉温泉に行啓された時に、わざわざこの御殿を建てて殿下をお迎えしたわけでございます。一番この建物の見どころでございますが、天井、これが折り上げ御天井といいまして、このちょっと折り上がってございます。これは位の高い方がお入りになる天井と。天井のちょっと板を見ていただきたいと思いますが、縞模様ですかね、この模様をですね、トラフと言います。ちょっと簡単でございますが、御弁殿というお話をちょっとお話をさせていただいたわけでございます。お待たせしました。ライトアップです。どうぞ。あららららら、これはまた幻想的な、これ。綺麗。Thank you.
いやー、やっぱり一日の締めは温泉でしょう。ということで総湯にお邪魔しております。いやー、露天風呂最高に気持ちいいです。疲れが取れますよ。さあ、こちらの総湯なんですけども、開湯1200年以来変わらない源泉 100% の温泉を楽しめるんです。泉質は海の温泉と言われるぐらい豊富な塩分が特徴でして、非常に温まりやすくて湯冷めしにくいんですね。でこちら施設がねめちゃくちゃ綺麗でして、もう広々とした大きな内風呂が2つでしょ。で立ち風呂なんていうね趣向を凝らしたお風呂、そしてサウナに水風呂までございます。で洗い場もね広くて綺麗ですし、ボディーソープにシャンプーまで完備されております。さあ、ということで和倉温泉いかがでしたでしょうか。今日一日いろんなとこご紹介させていただきましたけども、ぜひ皆さんも心と体のリフレッシュに和倉温泉ぜひお越しください。お待ちしております。ありがとうございました。